皆さんこんにちは、ぼっち情熱応援団団長です。そしてこんにちは、ぼっち情熱応援団田口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のテーマは、はい、今日のテーマですけども、30万円から60万円の価格で、ビジネスウォッチおすすめ10選というテーマでお送りしていきたいと思います。30万円から60万円のレンジって、軒並み値上がりで、そうですね、ないんだよねいなくなっちゃいましたよね。本当にない。そう、ここにいたはずのブランドがみんななくなっちゃって、なくなっちゃいましたよね。なんか新たに探していかなきゃいけないですよね、価格帯です、ここは。はい、はい、ということで、まあ、そういう意味も込めまして、はい、ただね、やっぱりまだここの価格帯で買えるんだみたいなのもあるんですよね、うん、ありましたね、探したら結構、うん、そういうのも含めてご紹介していきたいと思います、はい。まあ、ビジネスウォッチなので割ときれいめなものが並んでいくような形になります、うん、そうですね。ぜひ最後まで楽しんでいってください。じゃあ早速ですけど、まず1個目はタグッチチョイス、こちらです、はい。今をときめくノルケインからフリーダム16でいいんですかね、うん、42ミリのモデルですね、うんうん。ビジネスウォッチということで、まあ、どういう仕事の人をイメージしたかっていうところから着想を得たんですけど、はい、まあ、営業マンですね。新規開拓ゴリゴリやっていく、うん、まあ、こう果敢にチャレンジしていくような人たちにおすすめしたいなというふうにチョイスしました。お、まあ、ノルケインというブランドというよりはベンカッファーさんのその熱意というか、うん、まあ、スイス時計業界に革新を起こしていくぞみたいな気概がやっぱりブランドから感じられるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、まあ、それがどんな仕事をしている人であれ、まあ、これから新規でどんどん開拓していくぞと、まあ、多分イメージは営業マンなんですけど、なるほど、っていう方々にお勧めしたいなと。はいはいはい、いいと思いますね。なんか青いっていうのもね、うん、いいよね。なんかエネルギーあって、そうですね、若々しい印象もあると思う、ね。まあ、これはスタイル的にはスーツではなくて割とカジュアルな感じで合わせているけど、そうですね、ケース径は42なんですけど、うん、厚さが 11.4 なので、あ、まあちょうどいい、袖口にはまあ収まるだろうなっていう 11.4 ミリ厚、はい、であと100防水なので、はいはい、100防水は嬉しい。そうですね、そう、やっぱり営業マンで急に雨降られたりするじゃない。ああ、夏とか特に、ね、日本の夏とか本当そうですよね。そうですよ、はい、ってなるとやっぱり 100m 防水ぐらいあると安心感はありますね、うん、はい、はい、じゃあ続いていってみたいと思います、はい。続いて私のチョイスはこちら、はい、タグホイヤーアクアレーサープロフェッショナルの200です、はい、負けずに 200m 防水なるほど、行こうと思いまして。タフな時計です、ね、そうですね、はい。そしてサイズ感、やっぱり42だとちょっと大きいんだよねっていう方もいると思う、うん、まあ、私なんかそうなんですけど、細腕の民に、そうなんです、はい、細腕にとっては厳しいサイズ感ということで、こちら 40mm の、うん、アクアレーサーですね。40なんですね。そうなんですよ、収まりよさそう。 40mm のダイバーズって意外とやっぱり今なくて、あ、確かに探すの大変なんですけど、うん、これはね最高ですよ。いてくれました、ね、いてくれました。価格の中にいてくれました、ね、そうそうそう。でね、ダイバーズなんだけど、はい、実際まあ実物見ていただくと分かるんですけど、そんなにやっぱりコテッとしたダイバーズではなくて、うん、タグホイヤー独特のちょっと角のあるイケメン感っていうんですか、うん、あ、なるほどなるほど。それでなんかちょっとアバンギャルドな感じのイケメン感があるんですよ、うん、なるほどですね、うん、まあ、かっこいいですよ ね。だから若い方にも当然おすすめですし、うん、まあ、2本目3本目でなんか例えば今まで趣味時計しか持ってなかった、はい、でも仕事用に何かこの使いやすいの欲しいんだよねっていう方にとってもいいのかなと思いました、うんうん、それで選んでます、はい、はい、いいですね。色カラーもいいんですよ。これ多分めちゃくちゃ使いやすいですよね、うん、グラデーションになってていいです ね。そしてタグホイヤーといえばの夜光もね夜光、あ、色違うんだ。夜光もバッチリだよ、ね、よく動くところの色が違う感じなんですね。そうなると、うん、まあ、こういうのもやっぱりタグホイヤーならではの楽しみだと思います、はい、いいですね。はい、次行ってみましょう、はい、続いてこちら、ノモスのタンジェントで、はい、ネオマティック41アップデートのモデル。アップデート、はい、うん、デートがちょっと特殊なんですけど、はいはい、まあ、これさっきの1本目私が選んだやつは、まあ、営業マンだったんですけど、うん、これはどっちかというとクリエイターさんとか、うん、あとは編集やってる方とか、なるほど、まあ、そういう何かそのものづくりをされてるような方々におすすめしたいなっていう時計です、うん、これなんか最初どうやって読むのかなと思ったけど4ってことね。4ってことですね。なるほどね、はい、両側を囲うように赤いディスクが回っていくという作りなんだね、うん、このデートを選んだ理由っていうのが、うんうん、クリエイターさんとかって納期が絶対に仕
仕事に関わってくるじゃないですか。ああね、確かに。これ31まで出てるんですけど、はいはい、パッと見た時に、うん、じゃあ何日までに仕上げなきゃいけないかみたいのが、うん、イメージできると思うんですよ。なるほどね、はい、そう、確かにそのポインターデートのいいところってそれなんですよね、うんうん、その感覚が分かるじゃないですか、うん、分かるどれくらいかっていう、そう、それがデジタル表記だと意外と分かりづらくて、うんうん、あと何日だっけみたいなのが直感的に分かりづらいんですよね、うん、ちょうど6時1分のとこにいたとしたら、うん、あ、ちょうど後半戦かみたいな認識ができたりとか、うんうん、なるほど、そういうイメージを、まあ、時間とか納期を意識して仕事されてる方にはこのデートっていうのはいいのかな、うん、なるほど、デザインもいいね。あとはその、うん、ノモスの、うん、ムーブメントの歴史をちょっと僕今回初めて調べたんですけど、うん、テンプレート化したんだなっていうのが分かったんですよ、うん、はいはい、要はスイス時計みたいに一つベースのムーブメントを作ってそれを少しちょっと味付けを変えていくことで色の時計に使えるようにしたっていう、そうそうそう、技術を開発してるので、うん、多分それって例えば動画編集やってる人とか、うん、最初テンプレート作るじゃないですか、うんうん、だからそこもあのブランドの背景とか歴史から今クリエイティブな仕事やってる人に、その歴史の背景の部分もぴったりなんじゃないかなというふうに思って選びました。なるほど、はい、そうそう、ノモスっていうブランドはね、グラスヒュッテがもしあのまま続いていたら、はい、きっとここにたどり着いたろうねっていうのを、うん、その時代をねスキップして、はい、今ようやくこう作ったっていう、うん、まあ、そういう歴史がありますからね、はい、いいと思います、はい、次行ってみたいと思います、はい、クリエイター向けにっていうところで選んだのがこちら、はい、タンクのマストマストのソーラービートです。うーん、なのでこれ光発電。なるほど、タンクといえば1914年発売の角型時計ですね、はい、これのちょっと前にサントスが出て、うん、でサントスっていうのはルイ・カルティエにとっては未完全なもの、うん、未完成なものだったらしい。なるほど、そうなんですね。それは 何が未完成だったかというと、はい、時計としてっていうよりかは、うん、時計業界におけるデザインで、はい、アールデコを完成させたかった。でサントスってアールデコは確かにアールデコスタイルではあるんだけど、うん、ちなみにアールデコっていうのは直線的なデザインのことを言うんですけど、はい、その前がアールヌーボーって言って、うん、曲線主流 の、はい、あの植物柄とかね、はいはい、ああいう時代だったんですけど、まあ、それがアールデコ時代に変わって、うん、ジュエリー業界でそれを先行ってたのがカルティエなんですよ。で時計でもなんとかそれを完成したかった、うん、でサントスは確かにぽいんだけど、はい、完全にそれではなかった。なるほど、っていうのでもうなんとかして作ってやろうと、納得いってなかったんですね。そうなんです、サントスだと。 なのでルイ・カルティエとしてはもうこれが最高傑作らしいです。うーん、アールデコの、はい、まあ、象徴的なモデルだと。そうなんです。ちなみにルイ・カルティエこれの後時計作ってないんです。あ、そうなんですね、はい、もうここで完成したんですね。一辺の悔いなしって感じですね。もう行くとこまで行ったと。なるほど、なんですよね。へえ、そういうのがあるんで、もうクリエイターとして最高の作品を作りたいという方はぜひこれを腕につけて、いいですね、頑張っていただければいいのかなと思います。はい、価格もねソーラービートなので418,000円、いいですね、予算内で、うん、機械式じゃない分お安くなってますね、うん、はい、はい、次行ってみましょう。はい、続いてこちら角型が続きます、うん、ベル&ロスの BRS、ね、オートマティックのモデルですね。 BRS、はいはい、これはまあテーマがビジネスウォッチなので、うん、もちろんそのスーツスタイルに合わせられるっていうところは抑えつつも、はいはい、あの他人と違う時計をつけたい、うん、ちょっと変わったおしゃれな時計をつけたいっていう人におすすめしたい一本になってます、うん、まあまあね、見るからに違うもん、ね、でも完全にこの四角と丸が来た時点でベル&ロスって分かる。ベル&ロスって分かるよね、分かる、四角に丸ね、この組み合わせで。この DRS っていうのが他のモデルと比べて、うん、あのアラビアインデックスを使ってないんですよ、まあ、そうだよね、これ思った、バーインデックスと、バーインデックスなんですよ、うん、なのでそういうところでもアラビアよりはバーの方がスーツスタイルには合うのかなと、うん、ビジネスウォッチとしてはこっちの方がよりいいのかなというふうに思ってチョイスして。結構鮮やかな青ですね。そうですね、結構寒冷がピラッと光る感じになってますね、うん、ベル&ロスも結構これねサイズ感が数字で見ても分かんないんですよね、うん、そうですよね、うん、まあ、丸型の39はねイメージつくけど、うん、この形の39ってね経験ない人が多いじゃん。そうですよね、だからぜひ腕に乗せてみてくださいですね。結構イメージ変わると思います、うん、あ、このぐらいなんだ、意外とちっちゃいです、はい、意外とちっちゃい、そうですよね、うん、数字よりも小さく見えますよね。そうですね、うん、39角型って言われると結構大きいんですけど、うんうんうん、不思議とねこの角と丸になることによって、うん、小さく見える謎の、うん、なんかこのね遠近法みたいなありますよね、あるんじゃないですか。やっぱデザインうまいんですよねこのブランドね、うんうん、で価格も40万、407,000円、はい、うん、ちょうどいい価格帯だと思います。はい、はい、次行ってみましょう、はい、続いて私のチョイスこちら、ジンの1746、これなんて読むんですかね、ヘイマット、ヘイマットじゃあこれドイツ語なんで読めないんですけど、はい、ハイメット、
ハイマート、ドイツ語で母国、うん、ふるさとっていう意味だそうです。うーん、はい、でこれジンなんですけど、はい、ジンの時計ってさ、もう軍用ベースだから、うん、基本はね、うん、そうですね。パイロットウォッチもコテッとしてパイロットウォッチだったりライバーズウォッチ、はい、でスペック見ると 500m 防水みたいな、うん、そんなイメージなんですけど、これ見てください。これ全然なんかそのイメージない。全然違うでしょ。まずだってニシンだし、この何文字盤の模様と、そうですね、針の形が大三重だぜ。ああ、あとローマインデックス、ローマインデックスと、うん、本当にジンの時計ですかって最初見た時思いました、まあ、確かにそうですね。この意外性、もっとミリタリーゴリゴリの感じのイメージですね。そうですよ、どっちかっていうと。時計何持ってんの、あ俺ジン持ってんだよね、うん、へーって思い浮かべるジンと全然違う。全然違います、ね、そういう意外性、はい、で狙ってみました。なるほど、はい、まあ、ベル&ロスもね、意外性という意味ではいいと思うんですけど、うんうんうん、こういうなんかそのブランドでこんなのあるんですかみたいな、うん、ところつくのもありかなと。ああ、ありですね。ね、うん、値段で言うと、48万4千円ですね、はい、これ防水が10気圧 100m あるので、あ、じゃあ、まあ、割と日常すごい使いやすいとは思います、はい、次行ってみましょう、はい、次こちらフレコン、フレデリックコンスタントのクラシックマニファクチュー、マニファクチュー、ね、うん、はい、まあ、これはあのブランドのテーマでもあるんですけど、うん、クラシカルでラグジュアリーな時計を、まあ、この予算内で探してる方におすすめしたい、うん、はいはい、一本になって、これなんか一回見に行ってたよね。見に行きました、ね、見に行きました。どうだった？あのめちゃくちゃ良かったです。タイミング的に買いはしなかったんですけど、うん、あのちょっとドレスウォッチを探してる時期だったんですよね、はいはい、でブレゲとか見たりとかして、うん、多分そのクラシックな時計が好きな人ってブレゲに最終的にたどり着くんですけど、うん、価格で愕然とするんですよ。そうだろうね、まあ上がり時計とか、うん、ね、そういう枠になりがち。いやだから本当に薄いさ、うん、ドレスウォッチでキャシャーなドレスウォッチじゃないですか、はい、に200万とか300万とかそうなんですよ、そうなんですよ。結構本当に時計が好きじゃないと、うん、買うっていうところには至らないよね。そう、なんか団長がカラトラバ買った時と同じテンションにならないと、うん、多分そこに行けないと思う。行けないと思う。ただこのデザインは好きっていう人は絶対いると思ってて、うん、そうだね、そういう方々にこの31万9千円で価格もちょうどいいはずですし、うん、なるほど、まあ、デザインとしても業者彫りが入ったりとか、うん、あとはローマインデックスもそうですし、これね綺麗だよね、うん、実機見ましたけど、あの物自体すごい綺麗でした、うん、仕上げもすごい綺麗でした。丸型もねすごい綺麗に作られてて、はい、デザインすごい整ってるなって感じします、うん、で価格もね31万9千円だもんね。そうなんですよ、いいと思います、はい、次行ってみましょう、はい、続いて私のチョイスこちらです。オメガデビル、おお、コアクシャルマスタークロノメーターです。うーん、ミニマルな感じきましたね。ね、うん、ミニマルな感じっていう、まあ、デザインはねもちろんいいんだけど、うん、はい、結構私探してて驚いたのが、はい、オメガのドレスウォッチってこの値段で買えるんだっていう。ああ、なるほどしかもマスタークロノメーターで、ああ、っていうところが衝撃的でした、はい、スペックに対する価格がすごいですね。確かに、ね、そう考えると、まあ、オメガの時計って、まあ、オメガに限らずだけど結局最初に言った通り、うん、30万から60万って言った時に、はい、一昔前まではオメガは入ってたよ。そこ入ってましたね。スピマスとか言いましたよね。スピマスは70万とかだったけど、ちょっと超えたあたり、まあ、シーマスターとかだったら入ってるよねぐらいの感覚、はい、今でもシーマスターも入ってないから。シーマスターも入ってない、ね、入ってない、その価格帯に60超えてますかね、シーマスター。だから結局結局もう選べないだろうなと思ってたんだけど、うん、探してったらあったねっていう感じ。しかも結構綺麗なやつが。結構綺麗ですね、色もなんか、ね、ブルーグリーンだそうです。あ、グリーンなんですね。そう、これね、1個だけ見てるから分かりづらいんですけど、実はバリエーションで青もあるんですよ。あ、そうなんですよ。それと並べると青じゃないのは分かります。あ、そうなんですね、はい、グリーンなんです。グリーン、ブルーグリーン、ブルーグリーン、ダークブルーグリーンだよ。いろいろ、いろいろ。まあまあどっちつかずな色ですけどね、うん、すごい綺麗な時計だと思いますよ。ビジネスウォッチとしてはすごいいいですね、うん、確かにね、うん、これ1本持っとけば一生使えるんじゃないかな、うん、まあ、色もね多分これ以外青もあって他にも色あるんだけど、はい、うん、まあ、今回ちょっとトレンドっぽいグリーンにしてみました、うんうん、グリーンはそうです ね、なんかあんまりコテコテにねビジネススーツビシッみたいな人も減ってはいると思うんですよね、うん、はい、まあ、ただジャケットは羽織るよねみたいな、うん、まあ、きれいめな格好はするよねみたいな人が多いと思うので、その時に腕元でグリーンでちょっと遊びを聞かせる、うんうん、でグリーンって遊びにもなるんだけど、はい、縛りにもなると思ってて、縛り、腕にグリーンがあると、はい、そこスタートになりますね。合わせる服は選ぶかもしれないですね。選ぶときに頭使います。頭使うよね。頭使ってほしいんですよ、ぜひ。なるほど。なんか楽しないでほしいですね。うん、まあ、時代が時代だけにね、はい、もう変な話スウェットでも成り立つじゃないですか、うん、そうですね。長期ジャージでも人に合わないし、うん、ね、っていう時に、まあ、ジャージでこれはちょっとどうなの、うん、悪くはないよ、うん、
スウェットでこれ悪くはないよ、うん、でももったいないよねって。どうせこれなら、うん、ジャケットもう一枚羽織ってもみたいな、そう、なんならちょっと新しいの買ってもいいんじゃないぐらいの、うん、これ気持ちにさせてくれる、合わせて服が合わせてもいいっていうことですね、うん、そうですよ、うん、なのでちょっと冒険した色で、なるほど、選んでみました。またグリーングリーンしすぎてないのもいいと思います。そうなんですよ、あの真緑だと確かにちょっとあれなんで、そうそう、真緑は余計難しいけど、そう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 、これね、こうなんかくすんだ色じゃないですか、うん、だからどの服でも受け入れてくれるとは思う。そうですね、意外と守備範囲広いのかな、意外と広いグリーンだと思うんです、はいはい、でもグリーンであることは間違いない、うん、だからなるべくこれを縛りとしても使ってほしいなと、なるほどですね、思いました。あ、いいですね、なんかその使い方はちょっと新しいですね、時計発信で、はい、なんかこうパシッとさせるというか、うんうん、いいですね、だから気分転換、うん、しかも結構大きな気分転換だから、はい、年齢区切りで買うっていうのがいいかもね。ああ、そうかもしれないですね、30歳とか、うんうん、35歳とか、そうですね、動き刻みとか、そうです ねぐらいでもうガラッと服装まで変えるぞっていう気分と一緒にぜひ、うん、価格はこれいくらで、価格はですね56万1000円でございます。あのギリギリのところですね、安心安全マスタークロノメーターです。いや、すごいですね、確かにマスタークロノ入ってるのはすごいいいですね。すごいいいと思います。うん、はい、次行ってみましょう、はい、続いてこちら、ブライトリングスーパーオーシャンオートマティック 42、はい、42か、42ですね、あの42にしたのは、うん、あのまず44にすると60超えちゃうっていう、あ、値段がね、のが現実的にあったので、なるほど、今年の7月に出たばかりの新作です、ね、そうだね、ビジネスでも使えて本格ダイバーズが欲しいっていう方に向けた1本、おすすめの1本です、ね、だからこれが例えば10年前はこの価格帯にいたダイバーズビジネスに使えるサブマリーナだった、うんうん、サブマリーナ確かに全然買えないんだ。ビジネスにも使えて腕元に露骨な一本いいと思う、つけたい人におすすめしたい。いや、もうなんかこれ系のダイバーズでこの価格帯本当に今少ないっすよ、うん、まあ、エドックスとかもねあるけどね。ああ、そうですね、探せばあるんですけど、うん、やっぱ王道モデル超有名ブランド誰でも知ってますってなるとやっぱりブライトリングね、うん、どうですよね。あとはこれ今映ってるの黒ですけど、うん、結構カラー展開が結構たくさんあって、ほうほう、あとベルトもメタルとラバーとあるので、うん、まあ、あとサイズも42、36だったかな、結構ちっちゃいもあるよね、あるので、うん、まあ、そこはあの自分の腕だったりとかデザインとか、うん、そこを選んでもらうのも楽しみの一つかなと思います。なるほど、ペアウォッチでもね買いやすい、あ、いいと思いますね、ですよね、はい、これも夜光すごいんだね、いいですよね、四角がまた目立ちますよね、四角いね、本当だいいですよね、うん、ぜひ暗闇で、バックルもしっかりしてんな、うん、はい、めちゃくちゃいい時計だと思います、はい、さて最後はこちら10本目ですね、はい、モンブランのスターレガシーオートマティッククロノグラフです。クロノグラフですね、意外と10本目なんですけど、うん、クロノグラフ出てなかったな、いなかったんですよ、そういうことでクロノグラフにしてみました、うん、はい、クロノグラフ僕も1本入れたかったんですけど、うん、あのちょっと価格超えちゃうことがあったんですね、そう、クロノグラフは意外とね、まあまあどっちかなんですよね、20万以下で探そうと思えばあるし、うん、はいはい、機械式でも、うん、じゃあその上かってなると、うん、意外とその上って汎用ムーブメントじゃなかったりするから、うん、急に高くなる、そうですね、超えちゃうんですよね、うんうん、っていうところにこれは汎用ムーブメントです、うん、もちろんモンブランカスタムしてますけど、はい、ベースはエタベース2892ベースなので、はいはい、もう天下のエタですよ、うん、壊れにくい、もういいところみたいな、安心と信頼のエタです、そうです、しかも2892、はい、上級機種なので、うん、より性能いいやつですね、あの中でもよりいいやつですね、はい、を積んでます、なるほど、まあ、その部分ではもう間違いなく安心、うん、でこのデザインですよ、うん、いいですね、ね、スーツ使えますよね、全然スイスにはないドイツっぽさ、確かにドイツっぽさありますね、リーフ針とかね、はいはい、使い方とかすごいうまい、針ですよね、ドイツっぽさってか、うん、一番感じる、そうだね、全体のバランス感が、はい、やっぱりどこか工業国なんだなって思わせる、うんうん、アートに寄りすぎてないっていうんですか、わかる、実用にちゃんと特化してるんですよ、はい、うん、っていうのが好きですね、白と青のクロノグラフね、うん、綺麗めなところで1本入れてみました、はい、こちら55万円です、いいですね価格も、うん、はい、ニットに合わせてる画像ありますけど、まあ、ただこのまんま上にジャケット羽織っても全然そうだね、OK なスタイルだと思います、うんうん、ゴリゴリのなんかスポーツクロノグラフというよりはクラシカルなクロノグラフなので、そうだね、はい、という感じで10本見てきました、見てきましたね、結構来ましたね、ポンポンと、今回ちょっとねたくさん見たいなと思って、うん、多めに、特にこのレンジ、価格レンジ30から60、あ、まだ意外とあるんだなっていうことを皆さんにお伝えしたかったので、うん、あえてたくさんそうですねチョイスしてみたわけですね、知りたい人多いレンジですよね、うん、間違いない間違いない、そうだと思う、ね、ちなみにどれがお気に入りですか、僕ノールケインです、ノールケインか
これね、ノルケイナー安いよねこれね。安いですよ、すごい。ノルケイナーになりたい。ノルケイナーにぜひなってください。ちなみに私のお気に入りは今回これかな。あ、ジン、ジン、これはやっぱジンらしからぬっていうか、ジンこれできるんだって思っちゃった。あ、確かに、うん、想像してなかったですね、これは本当に、ね、そう、まあ、本当にいい意味で見直したかける3ぐらい、うん、なるほど。見直したで、別に最初の見直したっていうのは悪かったわけじゃないけど、最初悪かったわけじゃないけど、はい、よりね、うん、より、あ、すごいんだねジンって、うんうん、思いました、ね、新たな発見だった、はい、でした、はい、ということで、まあ、10本ありましたけど、はい、皆さんのおすすめもぜひコメント欄でお寄せいただければと思います、はい、以上本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。